はい、どうもフェイでございます。さあ続きやっていきましょうかね。あーちょっと待ってね。ん、なんか今出たね。あ、トーテムがある。トーテム、黄色だ。あ、指が吹っ飛んでる。なんかあれだよね、なんか仲間の死をこう告げるのが黄色だったよね確か。あ、違うわ。それ違うわ。それこれだ。警告。あ、これだ、これ。茶色。未来の選択の指針か。何かを見せると、おそらくそうなってしまうってことだよね。トラバサミだね、あれね。なんか今んとこ見せられてるよ、チームのことがまだ、最初のね、ドア玉の女性二人にしか出てないんだよね。あの子たちが死ぬときしか。どうした？なんかあった？なんもない。ここなんかきちっとやらせる意味は何かある？どうぞマダム。あら、ありがとう。なあエミリー。何？せっかくだし週末をリセットしようよ。ここで初めから。へえ。言い争いもマイクもジェスもなし。この大自然をありのまま二人で楽しむってわけ。へえ。ありのままの姿で。その通り。悪くないかも。ちょっと待って、ここ気になる。双眼鏡か。ああ、例のあの二人を覗いたやつか。ああ。なんか変なもんが見えるっていうこともない。かな？なんかじーっと見てたら何かを見たりするのかもしれないけどね。もしかしたら。ファーストプレイ、赴くままにやっていきましょう。はあ、ちょうど今電気をつけたとか、時系列的に。おバカさん、こっちよ。下心を出すっていうのはなんか死の匂いがしますけど、行ってみましょう。へえ。人目につかない場所に行くの。それは来てからのお楽しみ。どっかでエミリーが死ぬフラゴを見てるんだよね。待っと。まっすぐ行く方は小屋だったな。何？一緒に来てくれてありがとう。手を焼かせちゃってごめんね。いいんだよ。でも忘れないでくれよな。俺には筋肉とか荷物持ち以外にも価値があるってことをね。証明してみる？喜んで。え？一日中。それどういう意味？その一日かけて、ほらセクシーに。しまんないな。お、何かが見ているかのような視点に。目合わせちゃうぞ、ほら変わってこいよ、ほら。首だけ動かせるんで。体も動いてるんだけど、首はぐるんぐるんよく動く。いいね。綺麗な眺め。わあ、すげえ。あなたといられて嬉しいわ、マッチョさん。ああ、筋肉だけじゃなくて脳みそだってちゃんとあるんだぜ。私を好きになるぐらいの脳はね。残りはどう？外でするのは好き。例えば？俺の車
好きよ、広いし。ここも十分広いじゃん。丸寒いだ。あ、ここじゃダメ、もっといい場所探しましょう。ここじゃ刺激が足りないのかな。他にもたくさんいい場所あるわよ。せっかくテーブル綺麗にしたのに、紳士らしく。ほらほら行こうよ。なんか触れるものないかな。いやでもホラー映画の鉄則はエロいことしてると大体殺されるから。ところでバッグに何が入ってんの？私の下着よ、レースフリフリの。もっと早く言ってよ。そんな大事なもの探してたならなんで先に言わなかったんだよ。ほら行くぞ。へえ、そんなに飛びつくとは思ってなかったから。ああなんだって俺がなんでわざわざ来たと思う？いいでしょ、おかげであなたを思い通りにする秘訣も分かったし、ありがとう。秘訣じゃない、事実さ。点滅しているが分かれ道か。これは一つ右は当店が。見てよこのセクシーな口、手突っ込んでみてよ。そんな嫌だよ。いいから中にこうして入れれば。あジョーくん。おい、なんだよ。あ、なるほど、最高。ちょろいの。はいはい、ちょろい男ですよ。もう拗ねないでよ。今のは？お、悲鳴？わからない。多分動物か。なんか嫌ね。お面から見えたりしないの？メイか。なんか人の悲鳴にも聞こえたけど。どうぞマダム。ありがとう、すごいわ、ほんとびっくり。何これ？誰がこんな霊感爆弾だ。ああ、さっき通った時はなかった。メモかな。ああ。これはクリスか。ジョッシュだな。俺たちをからかってるんだ。全然面白くないよ。なんか嫌な感じ。どうかだ。うわ！マット！どうなってんだよ。誰がこんなことを。もう下着のことなんてどうでもよくなってきた。さっさと戻りましょう。お、あれなんか急にボロいところに。はあ、なるほど、俺が臓物が嫌いっていうアンケートの答えだから。超常現象を恐れる人についてどう思うか教えてほしい。幽霊や精霊、ベールの向こうにある不可解なもののことだよ。同じ恐怖を持っているかね。まあそうでもない、では君は怖がっている人についてどう思う？
怖がってる人にどう思う？かわいそうだなって思うんじゃない？なるほど、マイクは孤独を恐れている。かわいそうだと思うかね？マイクが孤独を恐れている、かわいそう、まあそうね。君のゲームにはあまり反映されていないようだ。あのね、俺はわざと面白がってるところがあるので、ここでのアンケートの感情とは違うかもしれない。ここは要はゲーム外のプレイヤーの俺に対してのアンケートなんだよね。じゃあ今度は、うん、君が他の人に抱いている感情を掘り下げてみよう。いいね。自分や他人のどんなところを大事にしているかということだよ。おうおうおうおお。他人と接するときに大切にしているのは忠誠心か誠実さか。忠誠心ではないな。ではたとえ友達がどんな状態になろうとも真実を伝えると、では誠実さと思いやりでは。思いやりだろうね。ずいぶんと心優しいようだな。さすがだ。あ、またしても時間となったようだ。次回また話そう。二択では測れないからな。なんかでもアンケートでね、だんだん俺の嫌なものをこうこの辺に集めるようになってるっていうか、雰囲気が変わってきてるね。そのうちこのおっさんがピエロのマスクかぶるんじゃない？ふざけただけよ、ハンナ。ブラックウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。ハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて2人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし。ああ、ちょっとなんだか親密になっちゃってる。どう？バタフライエフェクト。あれね、今なんか言った？ああ残念、色仕掛けに夢中で聞こえない。やめろマイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。ああ、わかった。今の聞こえた？ねえちょっと、一体何着てるの？いいよ、霊界への片道切符だ。あ、それと助手には気をつけてね、企んでるから。そういうことするのかよ、ジェイス。そうそうそう、これこれ、ジェイス。この悲鳴が聞こえたんだよね。よし、どれどれ。例と交信するには先入観は捨てて、抑制を忘れ、全ての欲望と意志を他のものに委ね、高齢術師が引き起こす現象に身を委ねなくてはならない。つまり僕に。嘘ばっかり。参加者全員が指示に従い服を脱がなくてはならない。ドレスコラ、真面目にやれよ。俺は至って真面目だよ。もういい、早く始めよ。ああ頼む。はいはい、やってみるか。アシュリー、最近回収したことだし霊媒師役やる？オッケー。あー、誰かいる？もしもーし、答えてください。幽霊さん、いらっしゃいます？アブラカタブラ。おいおい、聞こえてるんなら合図してね。そうだよ、ピースとか止まれとか。真面目にやるつもりがないんなら。分かったってば。誰かいるの？いるなら返事して。ちょっと待った。動かした？何もしてないよ。また動いてる。H、 なんだって？待って、どうなってる？動かしてる？勝手に動いてるんだよ。嘘だろ。助けて、ヘルプ。一体どうやって？わからない、これどういうこと？せめて相手が誰なのかわからないと。どうやったら助けられる？また動き出した。うわ、なんて言葉？ケイ。動きが早い。ケイコ。なんだよ。ああ嘘、警告。僕たちが誰と交信してるのか突き止めないと。
正体がわからないと助けられないよ。あなたは誰なの？うん、動き出した。いいぞ、S。I。S。T。E。R。妹？妹？誰のだよ。こんなの嘘に決まってる。うるさい。誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。ああ、でもじゃあ、どっちのことだよ。アシュリー、聞くんだ。ベスかな。あなた、一体誰なの？ベス、あなたなの？あ、当たった。嘘だろ？ジョッシュ、あなた、平気だ。本当に？なんならやめたって。いや。おい、無理するな。何を言うのか聞きたい。何から始めれば？いいか、もしこれが本当にベスなら、あの夜何が起きたか分かるかも。そうね。うん。それじゃあ。ベス、あなたたちにあの夜何が起きたか知りたいの。H、A、N、N。ハンナだ。まだ動いてる。K、I。ハンナが死んだか。L、嘘でしょ。殺された？なあ、一体どういうことだ？もうやめたくなってきた。続けないと。とにかく落ち着こう。多分ハンナは誰かに殺された。わからないよ。じゃあ質問を変えよう。誰だ？オッケー。じゃあ誰がハンナを殺したの？ L、 IB、 図書室だ。図書室に何かあるのかも。 R、 O、 あれ、O、 証拠があるのか。図書室。何なのこれ、クリス。いいか、こんなのデタラメだ。現実じゃない。ジョッシュ、私にも訳がわからない。いいか、俺をからかってこの悲しみを乗り越えさせようとしてるのかどうかわからないけど、こういうのマジで迷惑なんだよ。ジョッシュ、ちょっと、ウィジャボードをやりたかったのはあなたでしょ。落ち着けよ、アシュリーのせいじゃない。ふざけたことしやがって、もうたくさんだ。ねえ、追いかけた方がいい？いや、どうかな、きっと平気だよ。そっとしておこう。ジョッシュは悪くない、あんなのおかしいもん。物が勝手に飛んでくなんて。君がやったとしたらお見事の一言だよ。私何もしてないってば。言われた通りにしてみない？図書室を覗いてみようよ。あれ、なんか幽霊物になってきたぞ。ジェス、ジェス、もう腐ったれが、ジェス、どこ行ったんだよ。なんか誰かに引っ張られたような感じには見えなかったよね。ジェス、おい、いるのか。おお、あ、マスクが出てきた。おお、マジかよ。いきなり脅かしやがって。なんでここにこんなもんが。すごい張り付いてる、ベタって。なおい、ジェシカ、勘弁しろよ。見つけても絶対に殺さないって約束するから。なんだ、なんだ、おい。本当傑作。どこがだよ。ねえねえ、これ見てよ。誰が見るもんか。いや、いやだね。全部撮ったのかよ。見てよこの顔。マジでビビったんだよ。いきなり飛びかかってくるなんて。ここ森のど真ん中なんだぜ。そう、怖かったの。誰かに送りでもしたら。何？お前を殺す。
マイクって女の子みたいに超キュートな叫び声なのね本当の姿を知るにはビビらせるのが一番ってことだね。まあでもズボンはまだ履いてる。へえ、そうなの。ああ、もっと頑張らないとな。チャレンジのつもり？覚悟はできてるかな？私が全力であなたを恐怖のどん底に落としてあげるから。あ、通ってる通ってる。水車。水車小屋でなんか水の上に上がってるね。こいつだよね。後ろ。なんか水に落ちてます。まるで雪のテーマパークって感じじゃない？あ、いい感じだろ。うん。オーテムの内容でも全然覚えてないな。日にまたいちゃってる。あの叫び声じゃなかった？いや、違う。あ、多分あれはリスか他の何かだ。今の声、今の音がそうだ。あそこに火が見える。え、聞こえた？うん。おい、誰かいる？あ、なるほど。やばいやばいやばい。ああ、間に合わなかった。今ね、コントローラーを手から離してました諸事情で。急に来たな。これがどういう影響を及ぼすか。でもバタフライエフェクトが起きた時は蝶が舞うから多分違うんだろうね。いいね。ほんとマイクの言った通りみたいだね。もう小屋だ。何？このコテージ素敵。ああ、これはなんかある気がする。これだ。指持ってかれるやつでしょ、これ。テラバサミ。要はこれは触らない方がいいってことだな。行くよ。これは初めてトーテムの余地を余地によってこう回避したっていう瞬間になったんじゃないかな、わかんないけど。また出てきた。息がいいのは。よいしょ。さあ来い。今の何？な？あまり知りたくない。お、なんかやられてる？鹿？鹿？あ、なんか熊かなんかだ多分。狼かな。ひどいな。残酷だよ。くそ、これじゃ助からないな。楽にしてあげた方がいいでしょ。ああ、安心しろ。ほら、すぐに終わらせてやるからな。いいか。そんな、やめて。オッケー、オッケー。あー、くそ、どうやって。そう、もう見てられない。オーケー。選択肢はそうあっても。行くぞ。行くぞ。マイク、
なってんだよ一体。はあはあ、お持ってかれた。逃げろ早く。マジで今の一体何なの。知るかよ。橋がある。こっちはこっち。マイク早く渡って。しました。今の場合は登りにすごく強いんだよね。左に弱いんだよ。おい助けるぞ。早く行くぞ。分かってるよ。早く鍵を取って早く開けて。もう頭そうか。はあ、俺がいたから大丈夫。嘘つき。いや本当だ 110%。 疲れた。マラソンでもした気分だよ。本当にそうだな。クマだったのかな。うんだろう。奴らは早い。私全然見えなかった。まあもう襲ってきたりはしないって。絶対自信満々ね。クマがドアの開け方なんて知ってるわけないだろ。車のドア開けるの見たけど。え、どこで。インターネット。マジ。まあでもここはインターネットじゃない。いいか現実だ。それにクマだかなんだか知らないけどここには入ってこない。信じてあげる。よし、だんだん気が楽になってきた。少しね。もう、また、全然居心地良くないじゃないの、マイク。ああ、隙間風だらけだよな。でも、暖炉ならあるみたいだけど。けど、火がなくても温まれるだろう。マイク、レディーにはロマンチックな設定が何よりも大事なの。ええ、そうなの。女の子はムードいっぱいの明かりつけて暖かい火のそばで彼氏と寄り添うのが理想なの。ああ、でも体を寄せ合えば暖かくなるって。マイク。何。暖炉、それにムードライト。はい、直ちに。ランタンかな。あれ、なんか反応しない。よし、これでムードはバッチリだな。これを一本一本操作する意味がよくわからない。薪の準備は OK。 あとはマッチだ。携帯落とした。さあ、やだ、マイク。何。あ、もう。何。あれどこなの。何、どうしたんだよ。ないの、どこにもないの、本当。ジェス、落ち着いて。何がないんだ。私の携帯、バカ。ないのか。もう最悪。外で落としたのかも。ああ、マジか。見つけないとやばいよ、親に殺される。買い替えればいいだろ。今年だけで4代目なの。オッケー、わかった。夏な。じゃあ、探すの手伝うよ。きっと外だね。だな。でも、外に出るのはやばいと思うぜ。クマか、何かいるだろうし。わかった。プロローグでもね、女の子たちがハートに火をつけてやるぜ。携帯はあの、どっかに転がしてた。そのセリフ、使いたくてしょうがなかったんでしょう。ん？なにこれ、どうすんの。ん？あ、持ってた。なんだよ。見てる時間があった。はい、つけますよ。あ、シュッてどうだ、つけたぜ。やったね、ブラボー。
では、お嬢様、お次はどういたしましょうか。ここに、ほら、お酒があったらよかったな。ああ、そっか、言ってくれれば用意しておいたのに。なんかそういう気分じゃないんだよね、まだ。俺、なんかした？ううん、そうじゃなくて、あなたはそういう相手かどうかなって。その、わかる？ほら、私の問題なの。あ、ジェス、俺は本気だ。俺がどう移ろうと、そのチャンスをくれ、きっと期待に応えるよ。その自信満々なとこが好き。マイク、ブラインド。ブラインド？ああ、閉めてくれない？誰もいるわけないだろ。見られてる気がするの、なんか嫌な感じ。ジェス、心配ない、平気だって。だから本当に嫌なんだってば。分かったよ、閉めりゃいいんだろ。覗きがいる。これなんだ？お、銃がある。これ見ろよ。火をつけるもの？いいや、もっといいもの。猟銃だね。どう？惚れ直した？呆れた。男って銃を持つとどうして変になるの？ダメ？そう、彼女には分からないのさ。本、アメリカ戦時の神話や伝承。お願い。はいはい、分かってるよ。アークマは洞窟に戻り、目にした惨状に激怒。商人に襲いかかったが、商人は手にした怪我とともに過労死で生き延びた。これを見たアチは森の中に逃げる商人に襲いかかったが、商人は銃で抵抗し、醤油を払った。森を出た商人は怪我を手にするであろうお金のことを考え、喜びに湧いた。だが、当然大木が倒れ、彼の行く手を塞いだ。彼は来た道を戻り、別の道を探すしかなかった。だが、その途中、商人は再びハーグマに出くわした。精霊は今度は商人の方を阻み、ハーグマは我が子の口を渡すことができたのであった。なるほど。凶暴な熊に遭遇したのは俺たちだけじゃなかった。先住民のサインやシンボル。先住民たちの狩人たちは木に掘られたサインやシンボルを用いて部族の彼女と連絡を取った。シンボルの多くは信仰や神話をモチーフにし、危機の警告やお守りとしての役割を果たしたり、狩りの場を示すマークであった。シングルの多くは部族特有のものであり、他の部族が理解することはできない。あ、そうなんだね。下に書かれたものは北米で使用されるシンボルの一例。カリウドのシンボル、豊かな狩り、ね、弓のこの多分マークだね。で、蝶のシンボルは未来の予知は夢。悪霊を追い払う、これ見たことあるよね、このマーク。骸骨の。悪霊を追い払う守りや呪文など。あ、ごめん、閉じちゃった、間違えた。ちょっと、待ってます。待っていこう、待っていこう、待っていこう。こっから結構いろいろ情報取れそうです。あ、この2ページしかないんだ。あ、そうですか。なるほど。俺なんか怖いんだけど、ここ。なんかありそうじゃない？このブラインド。銃で触ったしね。ほら、閉めたよ。さーて、何だったっけ？ごめん、あ、ごめん、なんか私ビビっちゃってて、このまま続けるのはちょっと無理かも。え？何のこと？私、自信満々でセクシーな女の子みたいに振る舞ってるけど、本当は、正直言うと私、すごく自信がないの。ジェス、
そんなこと言うなよ。え？自信なくす理由なんか全然ないって。もうあなたにはわからないの。わかるさ。それはみんな同じだよ。誰だって不安だ。でも君はコントロールしてる。建前じゃなくてちゃんと本物だ。そうかもね。ああ、そこがまたセクシーなんだよ。本当に？ああ、もちろん。ねえ、来て。マイクのこともコントロールできるかも。俺はいつでも準備 OK だぜ。まさかこのリア充をコントロールさせられる日が来ると。お、いいぞ、邪魔しろ。なんだかわからないけど行け。めっちゃ見えてる、めっちゃ見えてる。ただのこれエロいおじさんだったら面白い。エロを阻止に来た。いいぞ。マイク、今の何？知るかよ。何なのか見てきてよね、お願い。銃持ってこ、銃持ってけない。携帯じゃん。投げ込まれた。君の携帯だ。え？なんで私の携帯が？さあね。窓から入ってきた。もうあいつら最悪。頭くる。何？もうあいつらだよ。私たちがいい感じになった途端にいたずらしようってつもりなんでしょ。聞いてる？あんたたちよ、いるのはちゃんと分かってるんだからね。そんなに邪魔したいわけ？私たちの楽しみをぶち壊したいの？エミリーとしたと。でもね、無理だから。絶対邪魔させない。マイクと私はやっちゃうんだから。聞こえてる？私たち本当にやっちゃうんだから。それも激しいやつをね。楽しんで。私たちもゆっくり楽しむから。加減にしてよ。すごい宣言聞かされた。お、人だね。来たか、ついに何かが来た。本当に彼女たちが話しかけてきたのかな。わからないよ。本当だと思いたいのかどうかもわからない。じゃあ調べてみるか。ついに動き出したな。幽霊と話したとき女子怯えてた。ああ、まあ冷静を保とうとしてたけどね。妹のこと聞かない方が良かった。でもそのために戻ってきたんだろ。まあそうだけど、でも降霊会はちょっとやりすぎだったかも。ここなんでペカペカしてる？ペカペカして気になる。ああ、失礼。おおおお。もう何なの？大丈夫かい？多分ね。見て。何を？本の後ろに何かあった。これかなりがっつりした心霊現象だ。ボタンかな。なんでこんなところに？僕も知りたいよ。押してみる。ボタンは押すためにあるだろ。押してみよう。ポチッとな。うわ、パネルが開いて頭がパン。なんか映画みたいな展開だったらラブコメがいいな。ワシントン家が秘密の部屋を作ってたなんて。あったことさえ知らなかったかも。ここ古いし。で、
入ってみる。お先にどうぞ。ダメ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 、私後。わかったよ。はい、じゃあね、ちょっといいとこなんですが、ここで一旦区切ろうと思います。ぜひ続きも見てください。お疲れ様でした。